ってね。この物語はコットンの視点でお話が進みます。女王様大変です。異国からも全てのウィローが消えたそうです。やはり最近の異変と何か関係が？あらあら、それは困りましたね。妖精王国最大の危機ですわ。伝説の時が来たのじゃ。せっしかしコットン、やせめて話しか。ゲームスタート。はーい、やったね。
になってるなんて初めての経験。どこから食べようかな、真ん中、周りから、それとも一緒に。それじゃあいただき。ダメ、何すんのよ。ダメよダメ、絶対にダメ。これが伝説の絆ウィロー、事件解決の手がかりになるはずなのよ。ではウィローはお預け。
許さないんだから。
くなってる。おかしいな。確かにウィローを手に入れたのに。
と戦うだなんて。前に与えるウィローなどない。あんたが犯人ね。今まで盗んだウィロー、耳を揃えて返しなさい。ちょっとそんなわけ。貴様には絶対にウィローは食わさんぞ。絶対の絶対にだ。こんなこともあろうか、マジカルアーマー。古文書の中だけの存在と言われていたマジカルアーマーが、まさか道中に落っこちてるなんて思わなかったけど、この力が。
俺様の出番か。諦めないよ。食らうがいい。諦めないよ。避けれない。行け。もう今日は許さないんだから。食らうがいい。まだ頑張れ。お前も星になるがいい。もう残念。もう今日は許さないんだから。しぶといやつね。あ、ウイロー泥棒、ついに見つけたわよ。こんなこと、ダメ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 、絶対にダメだってば。ようやく、もうここまで、逃げるな。行くわよ。許さないんだから。もうまだ頑張れるよ。
るよ。コングラチュレーション。